はい、ということで、先日行われたサガン鳥栖と浦和レッズの試合ですけどもね、今回 Vlog みたいな感じでですけどもね、その日一日を振り返っていこうということでね、どうも、鳥栖市民浦和レッズサポーターの、私ツッツンでございますけどもね、いやーね、試合自体は非常に面白かったですね。嬉野市長さんのですけどもね、もっと俺にブーイングをくれよ、ブーイングが足りねえんだよみたいな感じのですけどもね、そんな感じじゃなかったですけどもね、やり取りちょっと非常に面白かったですよね。嬉野市長さんと、浦和レッズサポーターの、やり取りっていうのは非常に面白かったんですけどもね、それに関してはどっか動画上がってるか分かりませんけどもね、探してみてくださいと、いうところでございますけどもね、そんな一日でございましたけどもね、まず振り返っていきましょうということでございまして、僕はこの日まずですけどもね、朝一で行ったのがこれ福カフェさんというところですね。鳥栖の、市民の方々には結構有名な場所じゃなかろうかというところ、お米カフェとかもなんか、言われてる方もいるらしいですけれどもね、これ、このね、お米屋さんが併設されているんですよね。で、お米屋さんが併設されていて、あとはサンドイッチ、これお米屋さんのサンドイッチっていう、なかなかね、何が出てくるんだろうみたいな感じがね、しますけれども、こういうのもやってるというところでございます。僕も何回かね、行ったことあります、この、お米カフェ、福カフェさんですけどもね。いや本当ね、真横でお米売ってるだけあって、その米が本当にうまいんですよね。この、福カフェさんというところ、鳥栖の中でも結構端っこの方ですかね、鳥栖駅から結構遠いんで、観光で行くにはね、ちょっと、距離がありますけれども、鳥栖市民の方々には、おなじみの場所じゃなかろうか、本当ね、朝一で整理券取って、並ばないとなかなか入ることが、できないみたいな場所で、ただこの日はですけれどもね、雨の影響もあってか、ね、すぐにこうね、整理券もらうことができたんですけどもね、ってことで、僕が頼んだのがこちらですね。で、これが、1日何十食か限定のカツレツとスパイシーカレーソースの、セットというところにはなってきますが、いや、非常に美味しかったですね。カツもうまいし、で、これお米、おにぎりですけどもね、おにぎりがいろんな米のですけどもね、種類を使った、お米の種類を使ったね、おにぎりということで、これね、食べ放題なんですね。これおかわり自由です。このサイズのおにぎりが食べ放題、おかわり、自由ということでね、僕も行くいくつかおかわり、したんですけれども、どの米も美味しい、どの米が美味しいかとか、こう食べ比べするのも非常に、よろしいんじゃなかろうかというのありますけども、いや非常に美味しかったですね。なかなかね、おにぎりがおかわりし放題というところはね、ないんじゃなかろうかというところにはなってきます。で、これが、デザートの牧場のプリンですね。これも美味しかったですね。本当甘いし、口の中でとろける感じの、いや非常に美味しかった食後のデザート、牧場のプリンと、いうことでございます。で、ここでね、お昼ご飯を済ませた後はこちら、猫カフェに行くんですね。僕は猫が大好きなんですね、本当ね。これ、これはでも鳥栖駅近くにある保護猫カフェさんですね。保護猫カフェの、ところには、なってきます。ここも僕何回かね、行ったんですけどもね、こういう可愛い猫がいっぱいね、保護猫カフェなんで、こう結構、引き取り手、里親が見つかるとそっちに引き取られてしまうんで、次に行った時に同じ猫に会えるかどうか分かりません。今回行った時結構子猫が多かったんでね、子猫はすぐ、引き取れるんじゃなかろうかというところですけど、僕子猫よりもこの猫が非常に可愛くてですけどね、ずっと撫でておりました。ここにだからかれこれ1時間ちょいぐらいですかね、いましたけれどもね。で、これがだからね、鳥栖というかね、この地方田舎のいいところなのかもしれませんけれどもね、とある多分常連さんと思うんですけれどもね、常連のおじさんがね、これ、入ってきたんですね。で、その時に僕含めてお客さんは6人ぐらいかな、もっといったか、6人、7、8人ぐらいいたのかな、それぐらいお客さんがいたんですけれどもね、その、途中から入ってきた、おじさんがですけどもね、じゃあみんなでおやつをあげましょうみたいな感じで、本当おやつって、ね、猫のおやつっていうのはお金払って、それぞれ買うんですけども、そのね、入ってきたおじさんがですけどもね、
みんなでお菓子をあげましょうみたいな感じで、僕らの分のお菓子代払ってくれてね、僕らはだからね、こうそのおじさんに払ってもらったお金でですけどもね、そのおやつを猫ちゃんたちに配るというところでね、いや本当ね、この地域密着感というかですけどもね、なんか非常にね いいなって感じました。本当ね、ほのぼのとした瞬間でみんなにね、そのみんなでそのおじさんにありがとうございましたっていう感じでね、お礼を言ったんですけどもね、いや本当ね、たくさんの、猫たちにこうねおやつをあげることがまあできてね、僕も嬉しかったしね、楽しかったしというところで、ね、本当そのおじさんにはね感謝しかないというところ、本当多分常連さんみたいな雰囲気があったんでね、まあこのカフェにね通ってる方とは、思うんですけどもね、いや本当ね、まあいいところ、まあこれ都会でもあるのかもしれませんけどもね、まあこういうゆったりとした場所もありますと。で次こちら、また僕は食べるんですけどもね、これが、スタグルですね。今回僕は結構お腹いっぱいだったんでね、まあスタグルに関して毎回ねいくつか、ケバブとか紹介しているんで、今回はこちらですけどもね、まあシシリアンライスというところ、これがだから佐賀の名物ですね。佐賀名物の、まあ、シシリアンライスというところで、ゆいカフェさんですね。結構都数では都市っていうかね、結構有名と思うんですけどもね、このゆいカフェさんがですけどもね、スタジアムに今出店されているこの、シシリアンライス、まあうまかったね。味が濃くて僕好きですね。このいや今見てもですけども、ちょっとよだれが、出てきそうですけどもね、まあシシリアンライス非常に美味しかったんで、まあ次ですけどもね、都市に来られるねサポーターの方々、まあサポーターだけじゃないですけどもね、都市市民の方々はですけどもね、これちょっと、おすすめというところでございます。で次がですけどもね、ちょっと衝撃的なね映像になるんで、ちょっと閲覧注意というかですけどもね、まあもしかしたらこれはね後に大問題に、なるんじゃなかろうか。まあもしかしたら J リーグね、もっとでかいとこまで行けば FIFA も、ね、動くんじゃないかっていう、ちょっと衝撃のね八百長の現場には、なってくんですけどもね、ちょっと見てほしいですけど、こちらですね。どうなりまーす。なるほどですね、そうきましたね。はい、なるほどなるほど。じゃあ皆さん、お楽しみください。しばしご鑑賞ください。はい、あ、どうやら準備が整ったようです。はい、イラン会長はいつでも傘は欠かせませんね。ミントス VS 残り4名みたいな感じ、はい、そんな感じになってますね。頑張れ、はい、我らがミントス君、うん、じゃあ行きたいと思います。ミントス君の番です。どうぞめちゃめちゃめちゃこれはちょっと嫌な感じするけど、立たせてくれたっていうのがいいですね。ミントス君が一番強いんですよね。ナイスナイス。はい、ミントス君なんと10ポイント。なんといい。皆さんこれをどう思いますか。マスコットたちによる不正、そして忖度でございますね。なかなかこのマスコット界隈というのもですけどもね、闇深いというところを感じるところにはなってきますけども、てことで昨日はですけどもね、まあ、この九州、ね、エキスタに九州中の、J リーグマスコット大集合ということでございました、ね、ビビ君とね、宮崎の、ね、マスコットさんは、来れていなかったんですけども、このねアビスパ福岡のアビー君がですけどもね、よく見るとビビ君の人形を持ってはいるんですけどもね、てことで昨日はこのね試合前のイベントも非常に盛り上がりましたね。まあ、マスコット好きの方々も結構、来られていてね、それこそ浦和とかトスサポーター以外の方々、ロアスト熊本とかね、いろんなクラブのサポーターの方が来られていたんで、まあ、これはこれで盛り上げとしては非常に良かったんじゃないか、非常に試合前の、イベントとしては良かったんじゃないか。結構雨も強かったんですけどもね、それでもこういう風にですけどもね、多くの、マスコット大集合、なかなか多分これ浦和レッズサイスターでは、ね、多分やることがないの、ない感じのイベントにはなっていくと思うんですけどもね、まあ、ただやっぱりこうマスコットっていうのはですけどもね、僕何回も言ってますけどもね、この J リーグというかね、本当日本のマスコットレベルってね、可愛いっていう意味では本当世界に誇れる高いレベルにあると思いますんでね、まあ、こういうイベント僕もね好きなんでね、多分ウラレツサポーターの中ではこういうイベントが好きというのは結構僕は、ね、うん、少数派じゃないかと思うんですけどもね、しかしまあ僕は楽しかったというイベントには、なってきます。これね、これ以外でもね、いろいろあったんですけどもね、いや本当ね、いろんな妨害とかって他のマスコットたちは基本的にゼロ本とか、だったんじゃないかな、ちょっとありますけどもね。いや、このやりとり非常に面白かったというところでございます。でこちら、
世界に誇れる浦レッズのサポーターですよ。本当にすごかったですね。で僕もですけどもね、やっぱり、ね、鳥栖の試合を見に、ね、よく行くんです。この試合に限らずですけどもね、浦和の試合がなくて鳥栖でゲームがあるときは結構行くんですけども、やっぱりこのアウェーサポーターっていう目線でちょっと見てみるとね、このお客さんの入りを、サポーターの入りをっていうのはちょっと尋常じゃない。正直他のクラブのアウェーサポーターが鳥栖に来るときって本当席スカスカなんですよね。結構スッカスカでねっていうのがあるんですけども、いやこの迫力ね、それこそ他のクラブのアウェークラブが鳥栖に来た時の様子とかと比較するんですけどね、全く違う、本当比較の対象に、並ぐらいお客さんが入ってるというところでございます。で今回はもう画像はこれで最後になりますけれどもね、いや本当多くの方々が入ったっていうところにはね、なってくるんですけども、まあ本当ね、まあこっからちょっと僕のね一人語りにはなってくるんですけどもね、これはだから地方サポーターあるあるじゃないですけどもね、やっぱり1年に1回しかないんですね。こう自分の住んでる町にね、この応援してるクラブが来るっていうのは本当1年に1回しかない出来事にはなってきます。それこそね、僕毎年言ってますけどもね、織姫と彦星ってこんな感じなのかなっていうのはね、毎年ね言ってはいるんですけどもね。ってことで、まあそれこそ最近はね、アビスパ福岡もですけどもね、 J1 で、頑張ってくれているおかげで僕も福岡までもですけどもね、裏の試合見に行けるんで、まあ大体こう九州でね J1 とかね、裏の試合を見るのは年に2回ぐらいはねあるんですけども、それでもやっぱ自分の住んでる街って考えた時に、やっぱ年に1回とか、2回とかしかないこのね裏レッズが来るというのはですけどもね、本当僕の中ではこの日をどんだけ待ちわびていたか。まずはですけどもね、このね J リーグの日程が発表になった時はですけども、まずは僕浦和がいつ鳥栖に来るのか、いつ福岡に、来るのかっていうところを見るんですけどもね、ってことでね、本当ね僕はもう一個言ってますけどね、もう一個常日頃から、言ってますけども、常日頃っていうわけでもないですけどもね、思うのは、まあ正直やっぱね、ホームで勝つのも大事なんです。要はサイスタで勝つのも大事なんだけども、これ多分長嶋茂雄監督かな、元読売巨人軍のですけどもね、長嶋監督が確か言っていた言葉と思うんですけどもね、1年に1回しかね、この日しか東京ドームに、来ることができないお客さんもきっといるはずだと。で、そういう方のためにもしっかり戦わないといけないという言葉を確か、長嶋茂雄監督が過去言っていたんですよね。でこれもね、だから僕とちょっとね、まあ僕のね気持ちと被るというかねっていうところがあってね、要は僕はね年に1回しかこの鳥栖のスタジアムで浦和のゲームを、見ることができない。1年に1回だけ浦和のゲームを見ることができる浦和レッズサポーターの方っていうのは多分ね、あの場に僕以外にも、何人かいたと思うんですよね。でまあだからね、さっきも言ったホームで勝つのこれ当たり前です。まあやっぱホームでね、勝つっていうのがサッカーは大事になってきますけれども、しかしまあ1年に1回しかね、この試合、まあ浦和の試合を、見ることができない地方に住むサポーターの方も絶対いるんですよね。まあだからそういう方のためにもですけれどもね、やっぱアウェーでは勝ってほしいという気持ちも毎回あるんですけれども、だから今回勝ってくれて本当に良かった。なかなかね、浦和レッズは福岡とか鳥栖でのゲームで勝つことがね、できていなかったんで、ってことで考えるとね、いや本当ね、1年に1回しかこの鳥栖のスタジアムでね、ゲームを見ることができない、裏のゲームを、見ることができないサポーターとかね、人間のためにもこの試合しっかり、勝ってくれて本当に良かったというところです。まあ僕は結構サイスタとかにもね、行くんで、まあ今年最後になるか分かりません。またね、多分サイスタ行くことあると思うんですけども、しかしまた僕以外の方には方ではですけどもね、本当これが、1年に1回の楽しみね、裏レッズが自分の街に来るのが、1年に1回楽しみなんだっちゅうね、多分浦和サポーター、地方に住む浦和、サポーターの方って絶対どこにでもいるんです。これ鳥栖に限らずどこにもいるんでね、そういう方々のためにもやっぱね、アウェーで勝つことって、大事なんだよっちゅうのはですけどもね、ちょっと選手サポーターもこれ絶対分かってると思うんですね。分かってると思うんですけどもね、だからこそね、昨日のゲームの勝利というのは非常に良かったと、思うところ、本当特別な一勝になりましたね。本当今年一番の、ある意味本当今年一番のゲームになったんじゃないかっていうのは僕は思いますけどもね。はい、ってことで今回以上になりますね。さあ、またですけどもね、まあ来週からですけどもね、鳥栖市民としてね、まあ浦レッズを応援しつつ、そして鳥栖市民としては、サガン鳥栖も応援しつつというところにまだ戻っていこうとは、思うんですけど、本当ね、僕なんで怒られないんですかね。本当不思議なんですけどもね、なんで浦レッズのサポーターやりながらね、九州で応援してんだってね、鳥栖のサポーターとかね、福岡のサポーターとか怒られることもないし、浦のサポーターからもね怒られることがないんで、本当非常にね不思議なんですけどもね、本当ね、心温かい方々のおかげで僕は、サッカーを楽しむことができているということでございます。今後もよろしくお願いいたしますということで、以上パラプンテジルサッカーチャンネルのつつんでした。よかったらチャンネル登録ます。さら。